に関するニュースでおなじみコインテレグラフがお届けするトレーラーズライブ仮想通貨やビットコインの取引に興味がある方またはすでにしている方に役立つ情報をライブ中継でお届けします第1回のテーマはズバリビットコインは安全資産かディスクオン資産化,資産化さらに相場歴20年以上誇るディーカレット社の 可能トレーディングヘッドと仮想通貨相場に詳しい有名な特別ゲストをお迎えして来年の仮想通貨マーケットを展望します。 えー、仮想通貨取引に役立つ情報をお届けするコインテレグラフトレーダーズライブいいよいよ始まりです、はいえー、なんとこの番組の司会を私ジャーナリストの堀潤がさせていただきますコインテレグラフトレーダーズライブいよいよスタートということで松本さん、はいはい、冒頭から一人で喋りきりましたそうですね <laughs>、はい、ちょっと緊張しておりましたけれどもで、加納さんの今日はもうまさにこう全体俯瞰したオブザーバー的にも、はい、この仮想通貨業界の動きを国内外いろいろ伺いたいんですけど はい、ちょっと、まあ、今、停滞期なのかな、どうなのかな、どんなに、あの、えー、あの、まあ、マグマを。貯めて、もう、えー、力を蓄えてっていう、え、方法。 かと思いますけれども、え、ただそれが上に爆発するのか下に爆発するのか,か <laughs> っていうのがこれですよ、ね。はい、いい一番知りたいんですそれを。で、えー、い僕もですね、実を言うと仮想通貨自分でま持って運用したのは結構まあ初期の頃からで、ね、はい、まこういう仕事しているので大変こういう新しい経済の潮流になるのかならないのか興味を持ってたんですけど、はい、え始まった頃にあの送り先を間違えて全部失ったりとかですね。<laughs> まあ当然この間のバブルのいろいろなこう浮き沈みもありこう合わ汗をかきながら生放送をずっとスマホを見るっていうですね <laughs> <laughs> そういういそしてどんどん僕の知人たちがですねいろんな不祥事にですね関わってきたりとかですねいやコンプライアンスっていう観点からも法制度化が必要だとかいや規制強化だとかいろいろ言われてきたんですけれども2020年以降どうなっていくのかっていうのは もう今日は日本国内だけではなくて海外の専門家の動向も含めてお伝えしていくのでぜひ皆さんコアな情報に触れられる一時間ちょっととなるのは間違いないです。えー、今日はあの進行もマゾさん。に発表するかはい。仮想通貨は私はあのやったことがないんですけど、うん、今一番興味があるものです。あどうしてですか。 あのーもともとギャンブルが欠けるのが結構すよね一番早ってない人だったダメですかねいいんですよ僕もそういうところありますからだからちょっとあのすごくもともと興味があってでもちょっとやっぱり価格の変動が激しかったりするのでちょっと怖いなって印象があったんですよはい。だからちょっと手出しにくかったんですけどそうかそんな松本さんの将来の資産形成に大きく関わる情報を今日は編集長が語ってくださいますから えー、ご自己紹介、えー、含めて、えーお,はい、お願いいたしたいと思います。はい、えー。今日はですね、コメンテーターとしてお二人をお招きしております。はい、まずはコインテレグラフジャパンの編集長大木久さんです。よろしくお願いします。お願いします。ますーーです。よろしくお願いします。はい。<laughs> さあ、そして中国の仮想通貨ファンドリュモンキャピタルの日本代表サニーワンさんです。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんばんは。サニーです。よろしくお願いします。サニーさん。 いや僕はね本当に今夜楽しみに来たんですよ。はい、中国の仮想通貨話が全然なかなかね入ってこないんです。そうですね。一つはその言語の壁があって、もう一つは。 あの真実か真実かじゃないかという皆さん判断しづらいと思いますので、私がまさに今日はですねその生の情報を皆さんに、えー、届けたいと思っております。信じていいですか？えっ、ー、と私を信じてください <laughs> <laughs> いやでも本当そうなんですよ <laughs>、はいあ。中国市場が一体どういうふうにして動いていくのかによって非常にそうです変わるんです,です、ねはい。大きな影響を多分与えると思います。<laughs> これまでその中国ではこの仮想通貨っていうのはそれほど積極的だ。 とは思えないただあのマイニングのね,そう,ねそういう現場としての話題っていうの,の上がってきてましたけど、はいはい、プレイヤーたちがどうなのかってすごく気になるんですよ。そうですねえー、まあそのまあ今まではそうでもなかったんですけれども、うん、今年はやっぱり習近平国家主席やですね、うん、ブロックチェーンを推進するんだっていうところがあって。 えー、そこから、あの相場がいろいろですね、こう動きがあって。ああで,で、その裏に何があるのか、どういう真実があるのか、今日伝えたいと思います。そ<れ>何分ぐらいか、ちょっと、はいはい。よろしくお願いします。いや、奥さん、はい、あのー、仮想通貨、ね、今国では暗号資産と言いましょう。なんていうふうに言ってますけれども、はい、専門誌としては、どうご覧になっていらっしゃいますか。そうですね。僕がまあ、えっと、コインテレグラス。 に入ってから1年半ぐらいなんですけどやっぱまだまだあの規制の方も整備されてないと思いますしまあようやくここをそうですね12年期間投資家というかプロの投資家が入ってこれるような規制整備っていうのがまあなされてきてるっていうまあよく聞くんですけどうん、うん、実際その何ですか体感、えー、その現実と実感としてなかなか持てない、ね、なんかじわじわ来るっていう話も聞くんですけどそこら辺が。 まあ先ほどマグマって話もありましたけど、はい、まあいい方向にあのねあの動いてくれたらいいなって,って、ね、本当ですよねいやなんて今までのこう感覚で言うといやそのマグマがあるのはすごくよく分かってたし、うん、噴火かなと思ったらこう吹きこぼれるみたいな形で、うん、なんかこう不祥事いろいろなものにしわーってで価格が下がっていってもう来るかなと思って下がっていって、うん、大きさこの 最近の動向についてもう早速お伺いしたいんですけれどもちょっとスライド出しながら進めてもらえますか今見ていただいているのは今年のまあ年初来からのビットコイン価格なんですけど、まあ、確かに空前のまあバブルといいますか、うんまあ、仮想通貨バブルで有名だった2017年末と、まあ、その反動があった2018年に比べて今年っていうのはまあ比較的落ち着いた1年だったかなというふうふに思っていますと。うんでまあ まあ、とはいえ、値、まあ、動きもありまして、あの今年の初めは3,700ドルぐらいだったんですけど、そこからまあ6月ぐらいに、4月頃からまあ急騰し始めまして、6月にはこ今年の最高値付近のまあ1万4,000ドルぐらいだったんですけど、まあ、そこまで上昇しましたと。 で今現在は大体に、えー、7130ドル、まあ、7200ドルぐらいでまあ動いてましてまあ今年落ち着いてたとはいえ300%上がって50%下落してみたいなそうねめちゃめちゃ動いてるじゃんっていう感じでして、まあ、なのでま,あまだまだその初心者の方ですとか、えー、にとっては怖いものっていう。 そういった印象がまあ拭えないっていうのがまあ現実かなというふに思ってますや今日ユーザーの皆さん、ユーザーというかあの視聴者の皆さんからのコメントリアルタイムで受け付けてまして、もうさすさす来てますよ。K さんとかね。リップル0.6円です。いやいや仮想通貨の本物のバブルはこれからですよ松本さん。はい。こういうのでしょやっぱ欲しい。欲しいです。この目もう今始め時なのかなってちょっと思っちゃいますね。この目は。はでもすごいですね。羨ましいですねとかまあいろんな感情あるかと思いますけど今日は。 僕ずっと見てますからもし直接中国のあれどうなのとかじゃあ俯瞰してみるとどういう情勢なの政治どう動いてるのとか、うん、ぜひ寄せてください。であのどんどん編集長も含めて、うん、あの答えてくれますから、はい、どうですかでもメディアをやっていてその読者の皆さんのやっぱり一番知りたいニーズってどういうところに今あるなと思ってメディア運営されてらっしゃるんですかそそうですねい、まあ、いろいろな切り口はあると思っててまして例えばその もう仮想通貨といったらまあトレードがもちろん醍醐味だと思うんですけど、まあ、実はその思想面っていう話もあったりとか何ですか思想面思想面って話じゃなくなっちゃうんですけどうん、うん、例えばもともとの仮想通貨ビットコインの誕生ってそのサイファーパンクの歴史ですとかう、ね、あの経済主権を守るとか、うん、プライバシーを守るとかっていう国家が抑え込んでいる通貨発行権から解放された非常に民主的なものであるというような、はいそ,うですね、そういう思想的なとこは大事にしつつもうん、うん、かといって とは言ってもやっぱりデイリーの動きですとかまあ一か月の動きとかって、うん、まあ読者の皆さんすごい興味があるところだと思うんですよね。うそうね。はい、だから新しい仕組みが出来上がるのかどうかっていう話とうとは言っても自分の資産がどう動いていくのかっていう、うん、まあこれはありますよね。うん、あると思いますね。で、であのコイングラフではいろんな専門家とかアナリストの方に取材をされてるんですよ、ねはい。そうですね。で、そのやっぱりそのデイまあその短期って えーまあえー、とマーケットの動きに関してやっぱりそのなんですか毎日上がりました下がりましたって価格だけ伝えていてもやっぱり書いてる本もつま,んないつまんないですし、まあ、読んでる本もつまんないと思うので、うん、まあなるべくロジック、うん、なんで上がった下がったかって特に今日お二方がいらっしゃるので聞きたいんですけど<ー>まあそういうところを大事にして。 情報を届けようとしてます。ね、今日も生取材っていう感じで、そういうつもりで今日来てます。今日、はい、生取材、ね、そうなんです。はい、で、あこんなところにチャットあったんだ。こんばんはという書き込みもありますけど、そう。ここ今日ねすごく活用してどんどん皆さんとつながっていけたらなと思います。はい、ジンさん、うん、とにもかくにも価格推移、短中期のトレードに生かせる目線をください。ね、サニーさんどうですかこ、ね、う、はいう。 そうですねあとすぐ今皆さん中国の話がねっうさん中国の規制事情は気になりますね当局の対応も相当厳しいとは聞きますがと中国国内事業者も表向きは海外向けとしていて実際オフィスは大陸にこっそり存在しているなどそこのところの事情をお聞きしたいですがそうですねその通りでございますいきましょう詳しい解説この後やってまいりますさあそれではですね早速参りたいいんですが今回回第とう 改めてここのお題にしましまょうこちらですどんビットコインは安全資産リスクも資産とまああのー、僕もですねいろんな番組いろんなファシリテーションしますけどずーっと言ってるんですよこの話をもうそろそろいいんじゃないって思うぐらいずっとやってるんですよ。 僕自身はビットコインがうんぬんよりかはビットコインを運営する人々の方にはまだまだ課題が山積だけれども法制度もいろいろあるんでしょうけれども大木さんビットコインそのもののシステムは止まったことはまだないですし。そうですね、まあ、ハッキングとか特に大手の あのー、仮想通貨そうですね、うん、のハッキングについてはまあよく取り上げられまして、まあ、確かにすごい大きな問題だと思うんですけど、うん、まあシステム自体に問題があったっていうことはないし、うん、まあ10年以上、うん、まあきちんと動いてるっていうのが、うん、まあビットコインのまあ強みである。 これはねマスコミもよくないと思いますよやっぱり伝え方としてどうしても事件が起きた時にビットコインでまた不正とか見出しつけるじゃないですかあれちょっと歪んだイメージつけちゃうかなっていうのもあったりしてそうですねいやその辺お二人は一言ずつ手短にどうですかその安全なのか安全じゃないか論争に関してはスタンスは可能さんいかがですか 私はまだ結論が出てないという,うまだ出てない。ないはいのでまあ堀様にとってはもう少しフラストレーションのたまるいやっぱりどこがその、えー、リスク要素ってどこだっていうふうにじゃあ逆にご覧になってますか、えーま まあこれは日本ししかりりりアメリカその辺りはサミーさんからいろいろあると思いますけれどもまだあの整備しきれていない部分があると思いますので、うん、その辺りはやはりマーケットとしてのルールがはっきりしてこないことにはその資産としての 動きにもはっきりして動きが出てこないのではないかというふうに見ておりますけど法整備に関してはどういう内容についての法整備ですか例えばまあ本当に取引して現金化しようと思うとすごく多大なる税金を支払わなきゃいけないとかお前は株の取引とはちょっとまだ経路が違っていたりとか、えー、まあ運用していくのにもいろんな不安要素があるでしょうってよく言われますけれども、えー、どういう制度設計がこれから必要になってくるすかまあまずはやはりその公平な あ取引という意味では、うん、そのインサイダーですとか、あのーまあ、不正取引につながるそ,、えー、そ,そこの監視の法整備をまあきっちりすることがやはりあの皆さんが安心してあの公平にた、えーえー、戦えるといいますか確かにね、えー、でないとやはりあの私だけジョー,カージョーカーを3枚持って堀、うん、さんとポーカーやるようなになりますので <laughs>、うん、そこがやはり皆さん同じ、えー、カード。 まあなで、えー、プレイするという、うん、安心感がないとやなかなかゲームに参加しづらいと、えー、いう部分はあると思いますし確かにビットコインはされることだから、まあ、一時期 ICO が取り出さ,された時にはそれって本当にそのプロジェクトって動いてるのみたいな、うん、それって本当にあの一部の人たちだけの利益で終わってない大丈夫って情報公開と検証みたいなことも、えー、やっぱりまだ遅れたりとかはしてましたもんね。はい、あえサニーさんどうですか私は逆ちょっと <に>逆逆ですね。私はビあのビットコインもすでに安全資産だと思っております。はい、もう移ってます。うん、この10年間の検証を受けて、今はビットコインはもう安全期に入りました。あ、そうですただし、えー、まあその加納さんがおっしゃっているように、うん、まあその規制はいろいろまだ届いてないんですけれども、はいはい、でもそのビットコインシステム自体の安全はもう検証10年間かけて検証してきましたから、かねうん、もうその BTC 自体はもう安全だ。うん、ただし。 これは人々をこれからどうやってそれを理解するかっていう問題があって、うん、政府行政を含めてですね そこはちょっと時間かかるだけなんですけれどもビットコイン自体はじゃあリスクあるのが全くリスクはないし、えええー、一番仮想通貨の中では安全資産としてその地位を確立できたわけですから私は信用できるそしてだからこそ期待できると思っております,あすあブロックチェーン維持する、まあ、特にビットコイン維持する中で、はい、こうマイナーと言われるマイニング、はいまあ、その対価を得られるからきちんと検証して記録していく人たち、はい、一時期のわっぱり盛り上がりに比べると、はい、なんだん儲からない割に合わないじゃないかっていうこと、はい 分引いていてた、はい、中国の関連のニュースでもそういったと象徴的にバンバンハードディスク捨てているような様子が出てましたけどそういう担い手たちっていうのはっては大丈夫なえとそこはですね、えー、やっぱりビットコインは本当に理解している人、うん、そのマイナーであれば一度も諦めてないんですね、うん、ずっと、まあ、頑張って頑張って何を乗り越えてきたんですね。えーえー 最近はですね中国またそのビットコインのマイナーが復活しまして最新おそらく世界の66%は中国に集中しているこの場合って要なんだよなそうですね要なんだよな残りの34%はアメリカといろんな国に分散してあってやっぱり中国なんだかんだ言っても中国に66%集中してますからももさんデジタル人民元の情報を聞きたいですもうみんな欲しくてしょうがないです今。 とということでお話を深めていきたいんですけれども、松本さん、いろいろ今日ニュース項目を用意してていいただいてますすよねはい、はい、そうなんです、はい、まずはですね一、えー、つ目、ビットコインは安全資産かリスクオン資産か、そして二つ目はアメリカの動向、そして、えー、続いて中国の動向、そして最後にツイッターで有名な仮想通貨インフルエンサー、ヨーロピアンさんに出演していただきまして、相場に関するコメントをいただきます。いいいですねはい ね、スカイプで結ぶんでしょはい、よろきやすい。そうです。はい、あのお電話で。あ、そうですか。はい、楽しみですかね。さて、大木さん、はい、あの、さらに、いろんなパワーポー、今日は用意していただいてますけども。も早速お願いできますか。そうですね。動向について、色んな席から、まず入りましょう。ま、ね、していきましょう。はい。えっと、コインテグラフで、こちらですね。パワーポーを用意させていただきまして、今から、まあ、六枚ほどありまして。まあ、本日のテーマになる。 わかりやすいプレゼンですね。<laughs> 最初に六枚あります。はい、<laughs> 見る気が起きますよね。六 <laughs> 枚。六枚。面白いスライドだと思うので。うんはい、はい。はい、いまずは一枚目から参ります。え、2019年の春から6月にかけてビットコインの相場が大幅に上がっていき、ビットコインこそが安全資産だという説が市場に出回りました。え、当時米中の貿易戦争が過熱しており。 アメリカの有名な経済番組 CNBC などではビットコインはグローバルヘッジと呼ばれドルに比べて安全資産だと大々的に言われ始めましたで過去を振り返っても2013年のキプロスの金融危機のような地政学的な事件があり国家が担保した法定通貨への信頼が揺らぐ局面でビットコイン価格がすごく上がるということがありました。 なので今回も中国とアメリカの貿易戦争の展開次第でビットコインが急騰急落みたいなところは最初からあったんです。はい、ところが、その後ビットコインは金のような安全資産だという説がそもそも正しくないんじゃないかという声がうアメリカの有名な仮想通貨アナリストトム・リーが 今年の夏以降、アメリカの株式指数である S&P 500との相関関係データを出してきて、アメリカの株式相場とリンクしていると言い出したんです。リン氏はビットコインが誕生して以降、S&P 500がマイナスだった年はビットコインのリターンも平均マイナス19%。S&P 500が15%以上上昇したときは。 ビットコインの平均リターンは1800%だったと指摘ビットコインをリスクヘッジや安全資産と見る人々にとっては不都合な真実だと主張しましたこのリーシの理論に賛同する人は増えていますこれまで2013年のケプロス危機の時にビットコインが避難通貨として機能したと言われてきたものの 最近は歴史的に見て避難通貨として機能する方が例外などではと言われ始めています、はい、奥さんいいですねあの早速コメントを見てるとコインテレグラフおなじみの顔だなというコーチから来ましたさん <laughs>、ね、ありがとうございます、えー、MD マックスさんイラストいい、はい、さすがコインテレグラフ <laughs> <laughs> ありがとうございます ラーメンさんでこのトム・リーさん何飲んでるのっていうこれはちょっとデ, <laughs> デザイナーに聞いてみないと分かんないですけど、ええ、<laughs> 僕もハイボールかなって思ってるんですよね <laughs>、うん、すスーシルさん <laughs> いいですよいいですよまあでこれ見ていてもあのー、じゃあ値動き一体じゃあどっちなのっていうのは素朴な疑問なんですよねさんそうなんですよねやっぱり今年の夏ぐらいですと,、えー、と米中の貿易戦争お夏といってまあ 4月5月6月ぐらいで、まあ、すごい悪化しまして、うん、でそれでまあビットコイン価格が上がったっていうようなそのストーリーが語られたんですけど、えー、まあそれ以降でまあ沈静化しちゃったと夏以降で,でそれであのやっぱりその後ビットコイン価格が伸び悩んでるっていうまあ現状があるので、うん、まあビットコインあの安全資産だとまあ米中貿易戦争が沈静化する中、うん、じゃあ伸びないねつまんないねみたいになっちゃってるのがまあ 今かかななっていう見方もできるかなとやっぱりこう物足りなさっていうのはじゃあこれ本当に投資して非常にこう儲けが出るものなのっていわゆるこう資産運用に値するものなの、うん、それとも実際に使うっていう方向で何か極めていくものなの、うん、ブロックチェーンっていう他のサービスの話なのっていろんなことが混在化してますよね今じゃあ t w、うん、ツイッターじゃないこのチャットで健三さんから安全資産ならどうして ETF 承認されないのっていう質問が きてますけど。なるほど。これはいろんなこと言われてるんですけど、実際今のあの SEC の委員長の任期が終わるまでもう降りないんじゃないかっていうことが決まってるんじゃないかみたいな。ああないですか。言われてるありますよね。なんかそういうことはなんか聞いたことありますね。なんかすごい不的な意味をどういうことですか。いや私はですねその降りない理由はおそらくもう本当に市場が小さいからさっきあの。 おっしゃってた価格はですねまだ操作されてる面があってですねだからこの状態にはさすがに承認できない一部のユーザーの人たちのやっぱり力が大きすぎて大きすぎてですねこれは承認したらちょっとよろしくないっていうのが見てますっていう何かでも将来も承認しないわけでもないんであくまでも市場が成長することによって最後いつか承認されるっていう私の個人か。そうですねそうやって意味ではある意味鶏と卵になってしまっているといいますか。 これ承認することによって新たな資金が流入するひ、まあ、いては機関投資家さんのお金が流入するそこで市場に厚みが出てとていうことになる部分はあるとは思うものの今はその流動性が足りないためにあるいはその規制面がやっぱり不十分なために、えー、承認を下ろせない承認が下りないので資金も入ってこないというようなちょっと状況になっているというふうに見ています。 そうか、うん、政治サイドはあとどういう動きをするかですよね国内の政治家さんたち僕お話聞いていてもやっぱりこの暗号資産仮想通貨業界って専門家がいないっていうか、うん、だからそういう制度設計って誰がイニシアチブをとってどういうところが先導していくのかっていうのはちょっとまだ見えないなと思っていてもうあの、まあ、背景的に私自身もそのあのな 金融機関からつ,<っ>つい最近こちらの方に映ってきた身ですけれどもうん、うん、やはり技術としてのブロックチェーン<っ>技術としてのビットコイン、うん、仮想通貨が先行した部分があると思いますので、うん、まあそこにその金融マーケット資産という視線が。 後からついてきている状況でまだ十分キャッチアップしきれてない。うん、よってその人材に関してもまだ深みも幅も出てないのではないかというふうに見ておりますけど。そうか。さあそして先ほどあ出たトムリーって話もありましたけれども、<laughs> はい、キーマンですね。えー、今回のまず一つ目の大きな山場、我々の番組ではこのトムリーさん、はい、紐解いていきたいんですけど、松本さんどういう方が教えてもらえますか。はい、えー。アメリカからファンドストラットグローバルアドバイザーズのトムリーさん。 えー、こちらの方のの方最新の分析を拾ってみたいいと思います、うん、奥さんこれトム・リーさんってどういう方うい、ん、方そうですもともとは、その機関投資家さん向けの,あの株の分析とかで定評があるアナリストなんですけど、まあ、ここ数年だと思うんですが、まあ、ビットコインの分析も始めてまして、うん、アメリカで有名な経済番組の CNBC とかにもよく出演されている方で,、うんでまあ、もちろんコインテレグラフの方でも、うん、さっきあのイラストありましたけど何回も取り上げているという。 あの方のけ結構有名な、<ー>あの世界的に有名な、えっ、ー、と専門家の<ー>仮想通貨の専門家だと思いますね。ハイボールが好き。ハ、はい、イボール好きなのかな。<laughs> <laughs> これ、ちょっと印象が。印象,印象論の話。印象論です、ね。うん、飲みそうです。さあ、そのトムリーさんなんですが、はいはい、先月開催されました。コインテレグラフ講演のイベント、ブロックショーで、まさに今後の注目ポイントについて。 Yeah, I mean I think twenty nineteen kinda of had a couple of phases. You know, I think the first part of the year is probably best described as dry powder. You know, I think that a lot of the original crypto investors who were liquidating their positions in 2018 put it back into tether or USD and and that's a huge amount of dry powder. That's what was put to work at the start of this year. And I think that's what helped get Bitcoin towards you know high you know high nine thousands or whatever, and then we had what looked like a, a cadence of really good developments from backed to Facebook Libra that I think if if it if it was sustained was really going to grow the adoption this year, but it didn't happen because then we started to see sort of setbacks, especially coming from the White House. So I think you know, this, the, the crypto, which really should have been a, like, i think by mid-year, i think you could have made the argument bitcoin should have made all-time highs by the end of this year, i think it suffered regulatory setbacks in america. so i think we're not in crypto winter again. it's a consolidation, and i think 2020 is, uh, you know, bitcoin's really well positioned because the s&p has finally made new highs. yeah, i mean, it's a big deal. i think libra is one of the most uh, important projects for crypto. Because it's really the roadmap to get America mainstream Bitcoin adoption. It's not necessarily the mainstream to how Asia will adopt Bitcoin, but it's really how the US will. And you have to remember one third of all global wealth, $100 trillion, not $100 million or billion, $100 trillion of household wealth is controlled by the US. That's one third of all the money in the world. So you know, America really matters. And um, so I think Libra is a big deal. And even though it's a stable coin, you have to remember the the primary use of any stable coin is to speculate on the price of something else. So it, if Libra is successful, it's a massive, massive win for crypto. Um, I believe Libra will be successfully launched. I I think crypto does well next year, but usually the crowd. やっぱり今年一つ注目だったのは Facebook の参入ですよねリブラ僕もあのリブラの責任者の女性の方をお会いしてお少しお話伺ったりセッションにあの参加したりとかもしたんですけどもまあやっぱり それぞれの地域コミュニティとのコミュニケーションがなかなかうまくいっていない様子でやっぱ疑心暗鬼が先行する中どこまでじゃあ実装できるのかっていうのはなかなか不透明だな随分時間かかるだろうなと思ってましたがただトム・リーさんあのやはりこう一つのポイントとして挙げてらっしゃいましたよね大木さんいかかがですかそうですすそうね。 僕もこのトム・リーさんのスピーチ、ええ、あの現場のシンガポールで聞いてたんですけど結構意外だったのが、うん、あのアメリカ政府の動きに<っ>本気でこう警戒してるっていう。うトランプ 本当になんか言い出すんじゃないかっていうのをうんなんか我々、一見なんか冗談かっていうふうに思う節はあると思うんですけど意外にその警戒して,るっていうう、えー、たところが印象に残っいるところが、ねうん、トランプさんはこれまであまり積極的に仮想通貨のものに関しては発言しているようには思えないんですけれども、うんうん、あれは戦略かか知らないの一、うんね、回、今年の確か夏ぐらいになんかビットコインのファンじゃないって唐突にツイートしたんですけど。 まあそれぐらいならま,あまだいいのかもしれないんですけど、えー、多分トム・リーが警戒してるのは一回そ,のそれこそまた夏ぐらいにトランプがあのぜ、うん、別の業界でその電子タバコの業界をいきなりその禁止するとか一見前触れもなく言い出しちゃったんですよね、うん、その時にトム・リーがまあツイートしまして、うん、あれなんか仮想通貨業界でも同じようなことをいきなり言われたらどうしようみたいなことをまあ言い出すぐらい、うん、要するにト,トランプだからいきなり、まあ、どうやるか分かんないんですけど、えー、ビットコイン禁止とか。 いいっっちゃゃうううんじゃないかっていうようなかてよことをなんか警戒しているニュアンスですね、えー、もう一つあれですね、はいはい、先ほど皆さんからの早速質問にもありましたけど、うん、デジタル人民元について知りたいうん、うん、すなわち中国の指導者の習近平氏が打ち出した大方針について、うんうん、ただトム・リーさんはやっぱりあがあ掲げていたたのはアメリカでしたね、うん、そうですねあのテロップの方に出てましたけどやっぱり確かに10月末でしたっけあの習近平さんの発言があって確かに盛り上がった。 ですがでももちろん仮想通貨の父とか称えられてもうアメリカよりも習近平様みたいな、えー、と盛り上がりもあったんですけど、まあ、トムリーさん的にはあれですねあの、まあ、アメリカやっぱアメリカは大事だとトムリーの3分の1がやっぱり今のところあるんだからそこがやっぱり引っ張っていく力は強いっていうことを言っていてまあその,まああの文脈でだからリブラがあの認められることは大きいんだよっていうこともまあ言ってたっていう。 えー、雰囲気だと思います。ね、ねうん、まあ、その動向について、改めて専門家の二人にお話を伺いたいんですが、うんえー。改めて紹介していただきましょう。はい。えー、仮想通貨取引所ディーカレットトレーディンググループを統括されております、えー。加納光一様にご登場いただきまして、アナリストコメントをいただきたいと思います。うん、はい、加納さんは、ね、はい、あの、元外資系証券会社グループで。うん、外国為替本部長されていたと。 いうことなんですよね。よろしくお願いします。改めましてですけど、このさ、うん、まあ、このトムリーさんの見解。どのように分析されるか。はい、そうですね。あのー。まあ。私自身、まあ、繰り返しになりますけれども、今の仮想通貨市場に関しては、その。まあ。為替ですと、金利差、あるいはその中央銀行の。 政策などのファンダメンタルの連動性が高いんですけれども現状ではまだそういった連動性は見,あの見られずですね、えー、むしろ規制とそれに伴う需給に反応するマーケットであると見ておりましてそういった展開がまあ あの2020年に関しても当面は続くのではないかというふうに見ております。でまあ,あのトム・リーさんがおっしゃってたように、SEC、アメリカで言いますと SEC の動向その ETF の解禁か否かという部分が非常に大きな材料になると思いますし、えーまあ、日本でも来年4月からその一部の仮想取通貨取引が金融商品取引法に、まあ、かかるということになりますのでこれがうまくかみ合えばその大手金融機関 とか機関投資家あるいは今まで怖くて手を出されて、えー、松本さんのような方の新たな資金を呼び込むことができると思いますけれども、えー、一方でここがうまくかみ合わないとですね規制が強すぎたりすることによって一部の業者さんが。 撤退したりま,あますますその個人の投資家さんが離れてしまったりするようなことがあるとやはりマーケットそのものもそう、ね、yeah, っていうリスクもあると思いますので今ツイッター、えー、とこちらのチャットでもね質問来てんですけど賢、ね、三さんは来年はリブラに注目かなって。 一方、ラーメンさんは Facebook は昨日も個人情報流出あったし、はい、厳しいんじゃないかなっていう情報を託す相手として適正なのか、はい、あとはもうザッカーバーグさんは議会までねヨーロッパ議会は承認されてこうデータの保護の在り方とかについても厳しく追及されたりとか、はい、まあ各国及び腰なのはそういった背景もあるんだと思うんですけどリブラーっていう存在に対してはカノさんどういうふうにご覧になってますか コンセプトとしては非常にあの面白いものがあると思いまして。まあこれだけのユーザー世界ユーザーを抱えている中で、まあ、はい、おそらくメッセンジャー一つ送ればいろんな取引がすぐできちゃうんでしょうって話ですかね。そうですね。うん、はい、やはりその私自身あの外国交渉の世界におりましたけれども、おまあドルと円ならまだしもやはりそのアフリカに実際そのアフリカの通貨を円から起こして送るとなりますと、うん、やはりあのぎ今の技術をもってしてもその銀行を通してやりますと、うん、<laughs> お。 まあ最低でも数時間、えー、来週大抵数日かかるというような状況ですのでそれをこうフェイスブックじゃないですけれども SNS 上で、えー、知り合いにもう瞬時に決済を起こせるというようなコンセプトとしては非常に面白いと思いますけれどもまあやはりですね一企業であるフェイスブックしかり他のあのソーシャルプラットフォーム、えー、でそのソーシャルプラットフォーム自体が本業でもまだ今いろいろある中でさら、えー、にその金融という。 まあ,ある意味資産を託すようなマーケットに対して一企業が本当にあの信頼を勝ち取ることができるのかたとえ連合を組んだとしてもちゃんとしたインフラを築けるのかというのはハードルは高いいのかなとうううふうに思いますそうですね僕はあの個人的な経験としてあの紛争地で取材をしている市民記者の方と映像のやり取りとかをしていて。 でそれ特にあのシリアの情勢についてそのまあなかなかジャーナリストの国内に入れないですから市民記者が撮った映像を送ってきてもらってでそれを記事にしたりしてで僕はやっぱり対価報酬払いたいとで,で今シリア国内かって聞いたらいや今こうパリに今映ってるとでじゃあパリをあのに送金するよってで国内の銀行持ってったんですけど 受け付け付てくれれないいいんでですすよねこれ何のための送金ですかいやいやあの正直に言うと「高校こう,こう,こうジャーナリズムの高校こうこ」でうこう「あちょっとうちの銀行ではちょっとこれはあのリスクが高すぎてあの出せませんと」と、えー「ID はあちらから相当いろいろ出していただけるんだったら送金ができます」と「あこれが仮想通貨だったらな」と思ってちょっと相手方に聞いてみたんですよね。ビットコインで送れるとか「持ってない持ってない」って,ないって話だったんです。 でリブラが登場したらおそらくそういう取引とかも盛んにできる、はいでまあ、裏を返すと、まあ、ちょっと怪しい取引も含めてで,できちゃういわゆるマネロン対策っていうところはすすすだからそこの利便性と、うん、まあそこのチェックのバランスをまあどこで取るかというのは当局もそうですし、まあ、我々業者としてもそのコンプライアンスの面でどこをバランス取るか。うん というのが、まあ、今後の課題で普及への課題になっていくかと思いますけど。リブラはそれを解決する術を持ってるんですかね、彼らは。まあ、現状ではないからこそ、普及していない、ね、と言いますか。はい。そうなんだよな。